まみさんこんにちは。今回はですね、こちらドラヒデッキ、オールドラゴンボールヒーローズカテゴリーデッキで悟空ブラック、レッドゾーンの悟空ブラックですね、挑んでみようと思います。まあね、ヒーローズなんでこのタイミングでやるのかというとね、もう皆さん知ってるでしょ。ツイッターも話題になったしね、ドラヒがまあ殺臭っていうんかな、まあ一回終わってしまいます。そうで、もうカードも暴落して、取扱店舗ももう買い取りしませんってなって、もうてんやまんや、署名活動は起こるわ、カードを粉々に引き裂くやつは来るわもうカオスなんですよね。そう、まあまあもう変わらないよ、多分変わんない、うん、もうだから受け入れるしかないんだけど、まあ今回ね、そのヒーローズの追悼式レクイエムとして、今回まあヒーローズデッキのね、悟空ブラックボコしていきたいと思います。まあヒーローズの思い出ものをね語りながら、俺がヒーローズ始めたのはね、本当にもう最初期 H 段から、確か H1 段からずっとやってんだよね。 H1 段からやって、で H 段はずっとやってたんだけど、その後のギャラクシーミッションだっけ、ジャークリューだかギャラクシーだか忘れてたけど、その時に一回やめたんだよね。理由はわかんないけど、まあなんか飽きたんかな多分飽きたんだろうね。でもまたすぐベビーあたりまで、ベビーが出てくるまではやんなかったんだけど、ベビーが出てきた頃いつだっけ、あのベビー2が出てきた頃だから、多分あれだな、5段の方だな。そう、あの悟空4のシークレットがあった時、あの時にね、もう一回始めたんだよ。悟空4が欲しすぎるってことで始めて、でその後もちょこちょこやって、で SH 段になってもやってたけど、 SH 段の SH3 段ぐらいかな。そう、その時にちょっとね、つまんないというか、あのなんかカオスすぎてやめたんだよね何これ、俺今何やってんだこれと思ってやめちゃったんだよ。でその後に UM 段、あの身勝手だね、身勝手が出て、もう一目惚れよ身勝手に一目惚れして、もうこれは始めるしかないってことで、もう一回始めて、ずーっとやってるかな。ずーっとやって、バトスタやって、楽しい、バトスタ楽しい、3000位入りたい、カードかっこいい、集めたい。で、今に至り、極み5段の。まあ、エンジョイ勢なんでね、極み5段になって、もうカードもね、もうめちゃめちゃもう大体の環境カードは持ってるような、まあそんな人材になりました。うん。だから、かれこれ、まあ間やってない期間を抜かしたとしても、最初期、本当に初期からずーっとやってるから、5年ぐらいはずーっとヒーローズに、じゃあ10年ぐらいはずーっと、まあヒーローズに関わってきたものとしてね、まあ今回のあの、差集、まあちょっとね、語りたいなと思うんですけど、いやね、でも実際続けようと思えば全然続けられたと思うんだよ、ヒーローズ。うん。ここでやめる理由がないもんね、だって。もうヒーローズのね、売り上げはすごいからね、本当に。毎回だって、ね、カードが品切れに、ならないことの方が珍しいもんね。一段やって。どんなクソ段でも絶対にカードは売り切れるし。まあね、儲けでしょ。本当に。バンダイの確か本社にもヒーローズの筐体あったしね。まあ使えるかどうかわかんないけど、一番売れてるデータカードゲームがヒーローズなんじゃない？ポケモン以上に、まあポケモンデータカードじゃないけど、ポケモン以上にやられてると思うんだよね。まあ値段的にはね。ポケモン、まあ連行機能あるけどさ、あれ、なんか買えば買うほど、レアが出るみたいなじゃないじゃん。確かあの、配列みたいななくてさ、ポケモンゲットしたやつが出てくるみたいな、妖怪メダルみたいな感じでしょ。だからヒーローズが一番儲かってると思うんだよ。うん。なのにやめる。で、しかもネタがなくなっ、まあ、ネタなくなってたけど、すでにね。でも別にネタが今、完全にないわけじゃないじゃん。オゾットも今、途中だし、あとね、変身形態もさ、全然ネタあると思うんだよね。総国ベジータとかもう一回出すこともできるしさ、平子寺とかだってもう一回出せばいいのにさ、な、このタイミングでやめるメリットがないじゃん、バンダイ側に。そう。なんでやめたんだろうな、やめるんだろうなっていうのはずっと思ってる。うん。まあ、それほど面白いゲーム性ができたのか。本当、今の稼ぎ頭を殺して、新しくするほど面白い画期的なゲームができたのか。もしくは、単純に、バンダイ側がそろそろ新しいことしたいな、どうしようかな、そうだヒーローズもうずっとやってるし、ヒーローズ潰して新しいことやろうみたいな、そういうなんかね、新しいことやりたい欲しさにやめたのかどっちかだよね、多分ね。俺はね、後者だと思ってるいや、バンダイってさ、無駄になんか新しくしたがるじゃん。そう、本当に絶対既存のものが面白いじゃんってなってるのに、あえてやめて別のもの出すからさ、でしかもつまんねんだよしかもつまんねんだよだからそれだとしたら本当にもう最悪だよね。うん、まあ、新しいなんだっけ、まあ、名前完全に忘れたけど、あ、もう弱、極ブラック弱かった。
もう一筋いくか、語り足んねえわ。次のやつ、ちょっとカードデザインとかさ、ちょっと出てたから見たけどさ、なんかダサいというか、なんだろう。まあじゃあセルいくか。見栄え良くないんだよね。うん。なんか、なんだろう。本当にもう、ハッピーセットのおもちゃみたいな。なんか気に食わないんだよね、あのカード。そう。間違えてブラック連れてきちゃった。まあ、いっか。いや、あのカードが、本当にあのカードのまま来るんだとしたら、おい、結構萎えるけどね。うん。ヒーローズの良さってさ、やっぱカードデザインじゃん。カードのデザインが、コモンもいい。うん。なんだろう、そう、箔が乗ってるようなさ。ね、箔は乗ってないんだけど、なんかその、エフェクトとかがすごかったじゃん。でも今のフュージョンワールドしかり、その、新しいカードゲームのデザインしかりさ、なんかさ、キャラクターボーン終わりみたいな感じだからさ、ほとんどが。なんか物足んねえんだよな、あれ。うん。だから、あのカードのデザインのまま来るんだとしたら、俺結構萎えます。で、なんか、キャラのグラフィックもさ、なんかちょっと悟空キモかったんだよね。まあわかんない。あれ多分試作だから変わるんだろうけど。で、ゲーム性もさ、どうなるのかね。なんかボタンが確かね、3つしかなかったと思うんだよね、パッと見。チラ見しただけだから、うろ覚えだけど、確か3つぐらいしかなくて、でも多分ね、でもヒーローズモードっていうヒーローズを遊べるモードがあるってことは、ヒーローズ的な遊び方をするんだろうけど、でもさ、そんなさ、ヒーローズのゲームシステムを、ね、ヒーローズを一回終わらせてまた新しく作るってことは、ヒーローズとは絶対ルールが違うんだよ。どういうルールするんだろうね。でもヒーローズ完成しきってるからさ、ゲーム性的にね。完成、あれ以上のものになんのかなと思うけどね。うん。まあでもわざわざね、そのヒーローズを切ったんだから、もう俺が想像もつかないような面白いね。ゲーム性になってるんだろうな。絶対な。なってなかったらもうお前を殺す状態だけど。ね、まあまあ、そういうことですね。うん。まあもう変わらない、受け入れますよ。受け入れますけど、もう受け入れるからには面白くしろよ。で、一回100円にしろよ。一回100円にしろよな、さすがに。これで200円とかにされたら、許さねえからな。まあ、200円、いや、でもなんないでほしいけど、電気代とかあるからさ、ありそうだよね。で、あのヒーローズ機械さ、パッと見すごいでかかったじゃん。なんか画面もなんか3つあってさ、あれ、ゲーセン置けんのかね？そう、そこ心配なんだよな、あれ。一つのゲーセンにさ、何台も置けるサイズじゃなかったじゃん、パッと見。だからほんと2台、3台しかなくてさ、カード集めるのが。今、ヒーローズほんと、多いところにはさ、7台とか置いてるからさ。で、あの、家電量販店とかにね。それができなくなると考えると、ちょっと怖いんだよね。そう、だからカード集めるの難しそうだなっていうね。まあ、そこかな、まあ、心配なのは。うん。まあ、心配なのまとめると、まず一つ。ゲーム性。うん。ヒーローズで結構完成しきってるし、10年間もやり続けてるゲーム性だから、それが変わるとなると、俺は受け入れられるのか。すぐ覚えられるのか。で、二つに、ワンプレイ200円になるんじゃねえかっていう、ね。その心配。やっぱ一回100円と200円の差はでかいよ。うん。わざわざ100円の入れる動作を2回やるって考えると、結構萎えるんだよね。と、あと三つ目に、あとあれだね、カードデザイン。まあ、デザイン性がちょっとなんだろう。まあ、なんかフュージョンワールドっぽくて、俺の好みではちょっとないけど、まあそれコモンだけしか公開されてないんで、レアとかはね、まあいい感じになってくれるはず。うん。で、四つ目に、あれだよね、筐体の大きさ。でかすぎると、1ゲーセンに、まあ3台ぐらいしか入んないから、そこをね、どうしてくれるのか。うん。あと流行るのかどうかだよね。いやだってさ、ヒーローズがさ、ここまで続いてるのはさ、やっぱりこの、ドラゴンボールの人気もそうだけど、10年間やってるから、もう固定ファンがついて、もうそのノウハウもある。その状態だからこそ、あんだけやられるんだよ。それがゼロに戻ってやられるとなると、みんなついてこれるのかな、続けるのかなっていうのはあるよね。うん。でもね、やっぱバンダイがその既存ファンのメリット、知ってるから、それを切ったってことはね、もう、秘策があるんだろうな。なんか最近さ、なんだっけ、バンドリじゃなくて、ラブライブか。ラブライブもさ、似たようなことあったよね。あの、スクフェスやめて、スクフェス2作りました。1年で差し押しました。いや、ブシロードだけどさ、そこはまあ、関係ないから笑ってられたけどさ、ヒーローズもそうなったらさ、もう笑ってらんないよ、俺。バンダイ本社に丸太持って殴り込みに行くからな。まあ、そういうわけですね。まあ、心配なのそこかな。まあでもやっぱヒーローズもさすがにちょっとグラフィックとかね、結構もう限界が近かったからさ。シャウツめって40幕だったんだけど。セルのクラチェンとかさ、もうすごい重かったじゃん最初。
グラシンじゃねえな。なんだ。チェンジスイッチか。チェンジスイッチ。重かったし、あと、ね、改善されてもさ、なんか目の線がちょっと変になっててさ、なんか気になるなぁとずっと思ってたんだよ。変わんねえかなぁと思ってたんだよ。でも変えるとしたら筐体丸ごと変えるから、ちょっともう、無理かなぁと思ったらね。無理かなと思ってたんだよ。そう、だからそういうところ直したかったっていうのもあるんだろうね、バンダイが、うん、いやーでもねーでもねー、うん、まあそういうわけですね。はい。まあちょっとね、余ったんで、ね、枠が余ったんで、俺の思い出深いカードをね3つぐらい紹介しようかな。ファイヤー2個使うか。思い出深いカードナンバー3、中5時。これはね、本当に俺がバトスタに行きもう最もハマった要因、うん、だね。バトスタが本当にもう楽しすぎてやめられなくなった理由が中5時。確かに秋葉でね、今なくなっちゃったんだけど、アニメとかの方にあったかな。なんか紙にその欲しいカードの番号を書いて買うところで中5時5500円で買ったんだよ。そうで、ウキウキで使ったら本当にもう強かった。もうアバター全く育ててなくても中5時で勝てる。いや、それでも楽しすぎて、もうバトスター余ったね、うん。だからもう思い出深いカードナンバー3です。で、第2位。第2位が、まあ、悩むけど、ベジータ3だね。球団の。なんでかっていうとね、あれポロったんだよ。確かね、どっか遠出したゲーセンで小さい頃にね、1プレイやって、1クラで出たんだよ。で、めちゃめちゃ興奮して、うわ、やったーってなったけど、その日にベジータを出した帰り道、車の帰り道に貧血でぶっ倒れるっていうね。なんかね、嬉しいことが起きた瞬間にもマジすごい貧血になったんだよ、マジで。もう立ってらんないぐらいの貧血になっちゃって、いや、なんか呪いのベジータって呼んでたもん、俺後ろで。陰で呪いのベジータって呼んでたから、そのベジータのこと。だから思い出深いですね、うん。まあ嬉しさもあるけど、ほんと倒れるぐらいの貧血になって、ベジータを恨んだっていうね、思い出もあるんで、第2位ですね。で、第1位が、第1位がね、ちょっと考えるね。いやね、やっぱみんな思い出深いんだよね、やっぱり。うん。まあ、第1位あれかな。すごい、第1位を考えてる間に、ベジータがセルを殺しちゃう。あ、死んだ。はい。まあ、なんか、俺が考えてる間に死んだけど、第1位が、ダラ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 ダン。ロゼ3。赤き仮面のサイヤ人3ですね。なんでかっていうとね、俺、ロゼの3が一番見たかったんだよ。まあ、スーパーで悟空ブラックを見たときに、本当にもうドハマりして、いや、その当時からね、ロゼ3見たいな、ヒーローズ。やっぱヒーローズってオリジナル形態がね、売りだったからさ。見たいな、見たいなと思ってたんだよ。ほんと4年 ?5 年もっと経ってるか。ほんと数年間ずっと見たいな、見たいなと思ってたのがついに来た。そう。で、しかもシークレット、しかも強い。パワーマイナス10万、ガードマイナス10万。そう、もうだからね、本当になんか興奮したね。で、俺その時ね、ゲーセンで働いてたんだよ。で、ゲーセンのさ、ヒーローズの筐体の上のポップみたいのあるじゃん。あれ。紙のやつ。あれのロゼ3が映ってるやつがどうしても欲しくて、懇願したもん。店長これくださいそれでもらったっていうね。ほんと、そんぐらいハマった。まあ、もらっちゃダメなんだよ。もらっちゃダメだからさ、普段頼まなかったんだよ。サンプルとかまで。あんまり。でもそれだけはどうしても欲しくて、店長に懇願したっていうね。はい。だから、めちゃめちゃ思い出深いです。はい、といった感じですね。はい、終わりにします。もう、ヒーローズの思い出とね、心境を語りましたけど、まあ、うん。まあでも、新しいやつであったら、とりあえずやるよ。うん、とりあえずプレイはします。面白ければやります。やるからには面白くしろよ、バンダイ。マジで。いつやるのか知らんけど。まあ、ヒーローズの方もね、まあ、もう万年やないかな。大体売ったかんだもん、カード。コレクション以下売っちゃったんでね。まあ、ヒーローズはもうやんないけど、ね。もう新しいカードゲーム、もうやるからには面白くしろよな。といった感じで終わりにしたいと思います。ではまた。